ありました、ありました。入り口入ってすぐに目に飛び込んでくるのがこちらのモコというドリンクです。甘酒でもないですし、これは一体何ですか？こちらオール福島ということで、福島の原料を使った商品になります。売り上げも好調に推移しておりますし、お客様からも飲みやすいということで好評いただいております。今月4日に発売された新感覚ドリンク、はい、モコ。発売から好調な売れ行きということで、その魅力を取材しました。新感覚ドリンクでもないですね。郡山市の発酵食品メーカー蓬莱屋本店。一体どんな飲み物なんですか？はい、米麹とですね、福島県産の桃を掛け合わせた、新しい、米麹発酵飲料になります。合うよね。弊社の甘酒の技術を、応用してですね、甘酒とは違うまた新しい進化した、発酵飲料を作りたいという、思いがありまして。そっか、桃もなんだかんだ白ですもんね。甘酒市場が活況の中、新しい形の商品を生み出したいとタッグを組んだのは石川町の大野農園です。土作りにこだわり、ベストなタイミングでの収穫に定評のある大野さんの桃。その自然で濃厚な甘さが飲みやすさにつながると考えたからです。最初雑談から始まったんですけれども、そんな中から本当に商品化しようというふうになって、1年かかってしまいました。通年通して、福島の桃が、県外にも海外にも注目されるような、こういった加工品でですね、福島を応援できるようなことをしていければいいなと。県産米天の粒を 100% 使った米麹甘酒と大野農園の桃の果汁をブレンド。そして今回こだわったのはスポーツシーンでも飲める発酵飲料、はい、マラソンが趣味という八木沼さんは、甘酒っていう成分が本当にスポーツ選手にとって非常にいい成分がたくさん含まれているので、体のリカバリーにいいなというふうに自身で感じてたので、これをやはりたくさんの人に感じてほしいということで、甘酒のアミノ酸だとかブドウ糖をたくさん摂取できる。実際の飲みやすさを追求するため、福島ユナイテッド FC の選手に試飲を重ねてもらいました。分かりないですね。桃の爽やかな香りがしますね。いただきます。喉越しすっきり爽やかです。つぶつぶ感がなくて滑らかな口当たりです。で、今回麹の粒を抜いているので、食事中だとか、その腹にたまらないおやつ感覚で、すぐごくごく飲めるような。桃と麹の自然な甘さで絶妙な美味しさです。癒しのひとときにぴったりですね。桃の元、麹の子、ローマ字読みした時の、頭文字をですね、組み合わせて、モコという可愛らしい名前に、させていただきました。りそうだ、ね、たくさんのアスリートの方、でアスリートだけではなく、お仕事、勉強、育児にたくさん、頑張っている方々の、応援できる癒しドリンクになればなと。